もこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら東京にあります上野動物園に、やってきております。そして今この後ろに見えてるのがですね、この上野動物園、東園と西園があって、その間をこのモノレールがね、運んでくれるということで、このモノレール、しかもね、あの千葉都市モノレールなんかと同じ懸垂式のね、空中散歩が楽しめるタイプなので、早速これに乗って今から西園に行きたいと思います。ベビーカーはね、畳んで乗らないとダメみたいですね。一丁前に座っちゃって、すごいね。でも結構、ダメダメ、靴のまんま。昭和32年、日本で初めて、また世界で2番目のモノレールだって、これが。へー、なるほどなるほど。へー、おーおー、いいねいいね。おー、あ、結構人乗ってるね。いっぱい書いてあって、カラフルで可愛いですね。なんかやっぱ普通のああいうモノレールってね、スポンサーとか企業の広告とかがついてたりするけど、完全にここは、ね、この動物園のイラストだけの。可愛いね。こっちでいいよ。よいしょ。動くってよ。ほら、扉が閉まります。出発しまーすって。おお、ネックスみたい。おお、ちくん動いた。結構早いね、ねえちくんね。ほら、後ろ向きに動いてる今。一番後ろ、いいよ。あ、すごいモミジが綺麗今。紅葉、すごい綺麗。あ、左を見るとやっぱ高いなと思うけど、右のね、こっちの動物園の方を見るとそんなに。あ、でもやっぱり懸垂式です。あ、イラスト書いてある。ほら、チップ君、こっちの壁に。いいね。そうそうそう、動物は見えないのかな。おお、すごいね。おお、道路すごい、紅葉が綺麗。そしてあっちのあ、すごい綺麗、すごい綺麗。うわー、何あっち、ほら、ちく、鳥の園だよ、鳥の園。すごいいっぱいいるね。そう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 。あ、もう着いちゃう。あっという間だった。あっという間だったね。電車が停車しても扉が開くまでは席をお立ちにならないよう。すごい大きい鳥いたわ。あれ、そう、ペンギン？ペンギンじゃないですか、あそこ。ペンギン見に行こうか。すごいね。あっという間ですね。宝くじ号発車。おー、チック馬だ。おー、いいね。なんかすごいコロッとした形ですね。結構、まあ車内はそんなにすごい広いってわけじゃないんですけど、まあ、みんなね、お子様連れね、あのカラフルな色合いでね、座りやすくて良かったです。はい、ということで以上、上野動物園にある懸垂式モノレールに乗ってみたでした。ありがとうございます。あっちあっちあっち、ありがとうございます。おー、ちくほら上、ほら、すごいね。おお、
そこにも書いてあるよ。下にも絵が。おー、なんかすごい光ってるね。緑とか赤にライトが。